ヤニス・リッツォスはギリシャの詩人、政治活動家、第二次世界大戦でギリシャレジスタンスのメンバーとして活動した。ギリシャのモネンバシアの裕福な地主の家で生まれたが、子供の頃に家族は財産を失った。母と長兄は結核で早くに死去し、父は精神疾患と戦う財産が破綻したことは彼の死に影響を与えている。 1927年から1931年まで結核に感染したことからサナトリウムに入院した。1934年にギリシャ共産党に入党した。労働者階級のサークルに集う友人たちと進行を続け、1934年に刺繍、トラクターを観光した。1935年にはピラミッツを発表した。コスティスパラマスによって、 司祭を称賛された。彼の代表的な詩『エピタンフェオスは1936年5月に、テッサドニキでタバコ産業の労働者による大規模なデモに触発されたものであり、ギリシャ死刑の伝統を壊し、明確で簡潔な言葉で人々に団結を訴える、メッセージを表した。1936年8月にヨアニス・メタクサスが、率いる、右翼独裁政治が誕生した。 リッツォスの詩集、エピタンフェオスは、アテナイのアクロポリスの麓で公然と焼却された。これに応えるかのように作風は変わって、特にシュルレアリスムに没頭した。この頃に、ザ・ソング・オブ・マイスターや、シンホニー・オブ・ザ・スプリングを発表した。数字区国によるギリシャ占領の時期に、リッツォスは、民族解放戦線のメンバーになりギリシャレジスタンスのための詩を複数書いた。 1945年に死去したレジスタンスリーダーに捧げた死のブックレットはよく知られている。戦後、勃発した内戦でも左翼を支援した。1948年に彼は捕獲され収容所に4年間投獄された。1950年代にリッツォスの詩、エピタフィー・シャミキス・テオドラキスによって曲をつけられてギリシャ左翼のアンセムになった。 リッツォスは1967年に、キリシャ軍事政権によって逮捕され、ギャロスの収容所に、それからサモスへ最終的にレムノスに送られた。釈放された後、1970年代に多数の詩集を発表した。詩の内容が左翼的だったことから、軍事政権によって公開を禁止された。ノーベル賞の文学賞に数回ノミネートされ、また、 レーニン平和賞を1975年に受賞した。1985年にフェスティバルストルが死のゆうべで偉大な詩人に贈られる金冠賞を受賞した。1990年にアテネで死去した。娘のエリはギリシャ共産党の党員であり、欧州議会議員選挙にも出馬した。ありがとうございます。